の力でカプセルサーバント世界チャンピオンのアルコナイじゃない、謎のチャンプセレブルマ様に歯向かうとは片腹痛いんだから。私が負けるなんて。それじゃあ約束通りあなたのサーバントは全部いただくわね。毎度あり、お帰りはあちらです。元気を出す。もうお小遣いもないし、ガチャもできない。え、何？ここだ。お前のポケットだ。え、私のポケット？あ、一つ残ってた。ようやく気づいたか。私はカプセルサーバントへ、じゃない、アーチャーだ。当然だ。私は当たりだからな。当たりのサーバントって喋るの？ああ、内緒だぞ。当たりサーバントってすごい。どうやら負けて落ち込んでいるようだが、まだ私がいる。諦めるには早いぞ。でもあなただけじゃデッキにならないし、お小遣いももう使っちゃったし。何、何と言っても私は当たりだ。任せておけ。こういう結果、アンリミテッド・ブレイド・ワークス。な、何これ。私の周りが歯車と剣しかない不毛な大地に。うまって、まあいい。ともかく私はサーバントを投影魔術で作り出すことができるのだ。投影魔術って確か偽物を作る魔術よね。つまりカプサバを偽造するってことね。うむ、聞こえは悪いが元でもかからないし、まあそういうことだ。ああ、ちなみに私が見たことあるサーバントしか投影できないぞ。投影してもらって、あそこのおもちゃ屋さんのディスプレイ品も投影して、アニメ限定のサーバントもいけるわね。何してるの、あーちゃん。手当たり次第投影していくわよ。まるで躊躇ないのが末恐ろしいな。またサーバントを投影して無限に増大した強さかセレブリティデッキよ。それって普通に違法行為ですよね。まさかこの私が負けるなんて。というか無限サーバント先生とかないわ。ルール無用の世紀末だわ。もう21世紀だけ。やっぱり戦いは勝つよね。よくやってくれたわ、あーちゃん。ふむ、それはともかく、どう見てもこっちが悪役だぞ、リム。無限にサーバントが手に入るなんて夢みたいよね。お？もしかして、これって…どうした？ねえ、あーちゃん、お願いがあるんだけど。いかんパターンだな。うわー、これってあの超限定サーバント竹内隆書き下ろしギャラクティカセーバーじゃないか。本当に200円でいいのか、遠坂。全然構わないわよ。
なんなら10セットほどお譲りしちゃおうかしら。さすが遠坂様だぜ。キュア。はーい、こっちは50円、そのレアサーバントは150円よこのままいけばすぐに大金持ち笑いが止まらないわね。そこまでです。違法カプサバ使い。なに？てか、なにその格好ウケるだ、黙りなさい。雇われ者はクライアントには逆らえないんです。と、そんなことより、そこの小学生、違法サーバント偽造の容疑で逮捕します。え？違法って、これ投影魔術だし、え？違法行為なの？問答無用。魔術協会の調べで、どうもこの地方で妙に売り上げが落ちているとの報告を受けてきてみれば。まさかカプサバ偽造をこんなに堂々とやってるなんて。極東のモラル低下にはお姉さんもがっかりです。いや、お姉さんの格好の方ががっかり。そうじゃない、これは偽造じゃなくて投影で。黙りなさい。あなたには黙秘権があり、弁護士を呼ぶ権利もあり、魔術は秘匿する義務があります。とにかくご意見は拷問室で伺いますので、おとなしく逮捕されなさい。いかん、逃げるぞリン。ちょっと待って、私の売り上げが。そんな暇はない。そこの執行者、すまないが売り上げは元の持ち主に戻しておいてくれたまえ。